当施設の一暫定出入り口が所在した、付近萩の出入り口は、かつて、愛知県名古屋市北区、萩の2にあった暫定的な名古屋高速道路1号、楠すの線の出入り口である。通行料金は、本線上にある、楠す料金所で収受していたため、当ランプには上下線とも料金所はなかった。東片葉ジャンクションまでの延伸工事により廃止された。 当初計画では設置する予定はなかったが、1号、楠木線建設中の1976年11月に、萩野津以南が半地下、トンネル式の計画に変更となったために、以南の建設が大幅に遅れる見通しとなった。そのため、1979年度に工事が先行する区間である、萩野津までの区間を暫定的に開通させ、 新川中橋における交通渋滞の緩和を図ることとなった。暫定出入り口の設計は、以南の区間が高架式となっても、半地下式となっても対応できるものとした。1987年8月、以南の区間が高架式と確定したため、橋桁を本線桁として再利用し、コストダウンを図ることとした。 1994年11月16日午前0時をもって1号クスノキ線の暫定開通区間全線を通行止めにする工事に入り暫定出入り口の利用は終了した。暫定開通区間の料金収受を行っていたクスノキ北港料金所については1995年に廃止された。ありがとうございます。